ジャン君おはよう。おはよう。今日は気温はそんなに高くないですが、ちょっとさ寒めぐらいかな。ですが天気はいいです。昼間もあまり気温は上がらないようです。して、ポンちゃん、おはよう。ただの丸い塊になってますよ。ポンちゃん、はい、おはよう。ポンちゃん。ワンちゃん、巷はですね、元号が明和に変わったということで、テレビなんかはずっとそれをやっていますが、猫にとって元号はあまり関係ないですね。ワンちゃん、外に何か気になるものがあるかな？あったかいね。今日は火曜日で、これからギターの教室に向かいます。当初の、第1回目の、まあ、契約というかね、約束で8回ということだったので今日最終なんですが、今日また1ヶ月更新してあと4回は、まず通うかなと思っています。ということで、あれカポがない。そしてこの週末ですね、今日火曜日で水木金曜日3日後に、第2回目のオープンマイクライブです。曲は1曲だけ追加して、構えたいかなと思います。新曲を入れてね。ただ、前回の覚えてる人はほぼいないでしょう。自分の中での自己満足ですが。電車が海を大きな違う。はい。ちょっと困った。ということでですね、この曲もまだ、うまいこと言ってないね。あと3日でなんとか仕上げます。それから、田舎の城、この2曲ですね、風を集めてと夏なんですという細野晴臣さんの曲、これを、7時台にやろうと思っています。今の作戦としては、前回やったやつの、2回目にやったやつを1回目、1回目にやったのを2回目という形で、なぜかというと1回目は3人ぐらいしか聴かないからです。3人ぐらいしかいない時に、前回乱れ髪、乱れた鏡のこれですね。3時の子守歌は、夢を見なという曲です。これを、3人しか聴いていないので今回は2回目に持ってきて
ってみようかなと、1回目に行った時の、先ほどの夏なんですはやっておりません。これは新曲ですね。なので、夏なんですは新曲で練習しながら、7時台の3人ぐらいしかいないとこにぶつけます。誰もいないんだから、ミスれるぞという気持ち、ミスらないですよ。頑張ってやります。でも、気を楽にしながらですね、練習のつもりでやります。そして2回目の乱れ髪、3時の子守唄、これは頑張る、ミスらないぞということですね。そして、3巡目が回る可能性が前回で分かりましたので、担保するための曲というのを必要とします。今日ちょっと、考えますけれど、なんかね、3巡目ともなるともう、10時ぐらいになっているので、みんなわーっと盛り上がってると。でその中で、夢を見なさい僕の膝で、こんなの埋もれちゃいますからね、やっぱりノリのいい曲を、1曲持っていっとかないと。というとこではクロケンは、ノリのいい曲というレパートリーをあまり持っていないんですね。でこれからちょっと弾ける曲の優先ということで、考えていきます。今日 あのギター教室でその話もちょっとしたらいいかなと。あのギターコード簡単だけど乗れる曲あるよって先生教えてくれるんじゃないかななんてね思っています。これからいきます。じゃあ、今ギター教室へ向かうところですが、大事件が、個人的大事件が起きました。この今撮っているカメラをですね、取り出そうとしたところ、手からスルリと落ちてですね、角を3回ぐらいぶつける、ぐるんぐるん回りながら石畳の上を転がりました。一応映ってるようなので、大丈夫かなと思いますが、そういうための、アクティブな、GoPro のような、カメラですね。大丈夫かと思うんですが、これよくクロケンは昔からやります。不注意、大雑把、これクロケンの代名詞ですからね、やりますが、今回は結構持ってる方じゃないですか。ずっと大事に扱ってきましたんで、やっとやったなっていう感じですね。これから寿命が少し縮んだかもしれませんが、使い切ろうと思います。こんにちは。危ないか、大丈夫か。すいません。背中に背負ってると雰囲気がまだ取れてないな。はいはい、撫でてくれてる。はい、わかりました。はいはい、まず、このお店オリジナルのマオですね、マオイさんのマオに近いマオです、うん、これのウクレレを新発売、この穴の形状、これはオリジナルだそうです。そしてこちらですね、自分にいい音が聞こえるための穴、なるほどという感じですね。これ塞ぐとだいぶ違うんですよ。ちょっと広がった感じに。そうですね、こういうモードとこの音出てて、はいはい、あれでも低音を塞いじゃった方が聞こえる感じですか。そうですけどね、ということは自分で調節したりできるっていうことかもしれない。なんでこういうのができてきたかというと、レーザーカッターの進歩なんです。ああ、なるほど。これもそうですね、ただの丸じゃなくて雲の角。あ、ほんまよ。本当だ。ああ、そういうこと。レーザーで焼くと。はいはいはい。うちも自分のところにレーザーがあって、こういうロゴはレーザーで焼くんですよ。へえ。レーザープリンターがあるんですか。プリンターじゃなくて、レーザーのその、彫るやつですね。ということは手でこうやって彫ってるの。
いやいやいや、この機械で、機械で、うん、それのちょっと出力の大きいやつだともっとこう大きい深い文字が彫れる。なるほど。さらに出力が大きいとこう木を切り抜いたりステンレスを切り抜いたりするのもありますね。はい、お値段は、標準価格12,000円。はい、これを発売記念特価として10,000円で売ろうかと思っています。はい、いつ頃までそれは続くんでしょうか。最初の10本限定。はいはい、今から10本10,000円で、特別料金だそうです。よろしく。今ギター教室を終えました。今日はですね、オープンマイクいつもこれよどんでしょ、オープンマイクライブですね。で、やっている曲の、ブラッシュアップですね。どうやったらもっとかっこよく弾けるのかとか、どうしても弾くときに詰まってしまうのを解決するにはっていうのを相談乗ってもらいました。何よりもの成果はですね、例えばなんとかメジャーセブンとか難しいコードありますけど、いろんな弾き方、押さえ方があるっていうのを、まあ知っていたんですけど、じゃあどう押さえればいいのっていうのはわからないので、理論をするよりも、アプリで探すっていう手を今日はやりました。これ一気に、幅が広がりました。おかげでですね、楽してかっこよく弾く、これできそうですよ。やってみましょう。それから、今日先生にですね、ジョン・デンマーに似てますよねって言われましたが、カントリーロードのって曲は知ってるし名前も聞いたことあるけど顔知らないなと思って、早速帰ったら検索してみます。それではね、えらいことをしてしまいました。この機械を道端で落としました。こういう風にね、ゴン、ゴン、ゴンみたいに転がりました。で、さっきこれをつけたとこですね、2回目につけたらもう大丈夫だったんだけど、液晶画面が紫色になっていましたが、今は多分大丈夫でしょう。まあ液晶だけが壊れてるんだったらいいんだけど、もうすでにですね、これはこうやってポップアップっていうか、こうやって上げると見えなくなっちゃう。この症状は特に落としてないのにもうすでにあります。はあ、さらさらお別れの日も近づいてきているかな。最後まで使い果たしてみます。うん、もう売ってないからね。はい、ジェン君、時代は変わっていきます。それでは、今日は4月2日になります。もう忘れかけていましたけれども、ポンちゃんが最後に、布団におしっこしちゃったのが3月8日になっていてですね、25日おしっこ粗相していません。ポンちゃんももう忘れているかと思うんですけれども、今日ですね、実は、この朝にかけてとても寒い予報が出ています。2度とか3度とかそういう温度になるということで、さすがにまた羽布団を1回だけ、多分今晩だけ、出すというタイミングになりました。さて、これを死守すれば来年の冬まで、無傷でいけるんですけれども、そのためには、他のケアですね、トイレのことを きれいにしておくこととか、あとは、防水用のね、このシートですね、これを、きちんとやっておくとか、そういうことをやっときます。ポンちゃんが、また、ね、悲しい思いをしなくて済むようにですね、頑張りますよ。